てってれてってってってプシュー。お願いします。おはようございます。どうも、馬です。ドラゴンボール Z 実況プレイやっていきましょう。というか、フリーザ編が終わって、今回セルかな、セルは神社人間があったんだっけ。マジンブーはその後だよね。フリーザの話だっけ。1年だったのか。来た、フリーザとお父さんだよね。サイヤ人でも、トランクスにあっさり狙われてしまうと。予算だった。スーパーサイヤ人は、孫悟空さん一人じゃない。かっこいいなぁ、トランクス。生き延びていた孫悟空のことを知る青年は、驚くべき事実を伝える。今から3年後、ドクターゲロという科学者。ドクターゲロ人造人間。あ、人造人間か、やっぱ。18号と19号がいいんだよね。これ見たっけ。あなたは今から1年後に心臓病にかかり死んでしまう。あ、男の人造人間、どんな人造人間。青年の名はトランクス。父を死んじゃうの。なんと未来からやってきたブルマとベジータの息子であった。それはどこな。あ、そう、帰ってたの。孫悟空に薬を渡し、あ、薬食いたんだ。未来に帰っていくトランクス。薬をくれてフィーザーも薬で倒してくれた。3年の月日が流れた。この頃生まれてないのかね、トランクスは。これはドクターギドかな。新たなる脅威。新たなる脅威。孫悟空、貴様は我々に勝つことができない。あるある、それスパイロボを使い、貴様の戦いを偵察していた。何でもうまくな。なるほど。だが、ナメクセでの戦いも…ナメクセまではスパイロボできないんじゃないの。その必要はない。ベジータたちとの戦いまでで貴様のパワーや技は完全に。スーパーサイヤ人のこちらないじゃないの。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。かっこいい。確かにかなりのパワーアップを果たしたよ。かっこいいな、やっぱ僕。誰誰こいつ。あ、これ19号か。19号は、こんなにいたっけ。知らないよ、この人。じゃあ、その強さを早速見せてもらおうかな。またですか。で、一つお知らせがあるんですけど、あまりにも前回フリーザに2時間くらいってかけて挑んだんで、難易度下げました。オプション見たら難易度下げれたんで、ちょっと、サクサク行きたいんでね。戦闘でもストーリーを楽しみたいんで、ちょっと難易度下げたんですけど、強そうだなぁ。セールとかも。ウルシア心臓病に体力って動く。体力するなやつに龍騎号を倒せ。わかりました。よし、スーパーサイヤ人。PKG 号、同時しないんだね。いわゆる PKG の順番をしてたけど。まあいいか、行くか。よし。PPP で、ごめんなさいね。ほっ。ほっ、ごめんなさい。待って待って。普通に、何で下げすぎたか。あまりにも、あまりにも、できなく言ってんな、確かに。あまりにも、弱すぎるな。え、ちょっと待って。何で下げすぎたか、俺。いけ、止めた。あ、まだあんのか。よしよしよし。あ、落ちちゃった。ガードすんな。痛い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 。死ぬ死ぬ死ぬ。どうした。え、おい、難易度下げすぎたか。一つ下げたんだけどさ。ああ、心臓病が薬もらったのに。飼っているっていうのにかなり辛そうだ。誰ですか、これ。ヤムちゃん。あ、そうだね。お父さん、病気なんだよ、心臓の。サイヤ人の武器なんだね、やっぱ。さすがそうか。あ、サイヤ人が来た。うわ、おぉ、うわ、レスキューだ。まずいぞ、エネルギーを。おぉ、誰誰、ピッコさん、ベジータ。カカロットを倒すのはこの俺の役だ。かっこいい。貴様らガラクタ人形の出る幕。助ける。助けてくれたら言ったけど。
顔してんね、顔とことん。ベジータ、ウイルスや心臓病。僕は体丈夫そうなのにね。病気はいつないようなとおかしくないか。難易度下げすぎたかな。心臓人間の18号とか、セーブ簡単に出すとどうしよう。あ、ベジータはサイヤ人だったもんね。新たに目覚めた人造人間には歯が立たなかった。これは17号、18号。あ、クイーンと結婚したんだね、この17号は。あれ来た、セーブ。人間吸収してんだっけ17号。あ、存在してんだ。18号。人間を吸収してってくるんだよね。セーブが。今の地球に必要なのは神ではない。これ神様つわものなのだ。眠くせた神様だよね。マジコさん、ピッコさんが神だったな、これで。なんか言えよ。ああ、人間吸収してかわいそう。次はお前がこうなるのだ。せめ、まだ携帯が第一形態な。大魔王、貴様はどういうわけかピッコロを知っているようだな。人格が変わってんの。ピッコロ操作でやってんの。残念だ。人違いだ。いや、絶対ピッコロ大魔王でしょ。邪悪な予感。邪悪な予感。ピコさん吸収されない、大丈夫？人違いだと？貴様はピッコロ大魔王ではないというのか？そういうことだ。お、ピコさんそうっすか。ネイルと同化。ネイル、ネイル、ネイルって誰？ネイルってあのネイル？神と融合。揺らんな。あ、マカムコチョップやりたい。右 P、右パンチ、パンチ、パンチ、右パンチ。いい。難しそう。いっか。セール強そうだな。はい。だ。マサップやりたい。だ。マサップやりたいけど、やばいやばい。アマゴサップができない。いや、強い強い強い。でもアマゴサップ打てない。おいや、マカロコサップ、ご自身行くか。あ、ちょ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 。いや、ちょ、いや、ちょ、いや、ちょ、何下げたんじゃないと、ちょっと激しいよ。いや、押し倒した。何で下げ下げたかな。一個下げただけなんだけど、全然違うな。貴様は一体何者だ。服脱いだわね。私の名はセル。セル。貴様らやフリーザ親子の細胞を持つ未来から来た人造人間。こいつも未来から来たんだ。セルな、未来人間なんだ。未来から来た理由は何だ。人間どもの生体エキスだけではなく、17号、18号を吸収して完全体となること。未来の、未来の17号、18号、17号、18号は必ず手に入れてみせる。17号、18号とは戦わないのか。邪魔はさせんぞ。太陽系。あ、ピッコさんが。すげえ。神と融合。うわ、町中の人全員やられてんじゃん。やめましいな、人だけの人てんの。あ、天津飯言うな。あ、悟空。あ、父。おう、すっかり病気が治った。元気してよかったです。あ
俺はこのままじゃとても勝てやしね。ご飯連れて修行しようと思うんだ。修行。ちい顔を見せてくれないの。来た。扇風機があんな。それから一日が過ぎた頃。新人。よう。あ、孫悟空はいるか。うわ、せいで食べられない。食べられて喫茶やってないのまだ。あの何？僕のやつ知らないんだけど。あ、16号？20号？何をしてるの？大学生なのかな？何も喋らなければ殺す。いいな。そんなブスなこと言わないでくださいよ、うん。そう簡単にはいかんぞ。マガンコンサップやったけど、厳しいんだよ。神と融合もしてやってみたいな。マガンコンサップピンチ。うん。いいか、言ってみよう。マカンコンサップやりたいのに、何でしたけど、マカンコンサップ打ちたいのに、俺好きだからマカンコンサップを。マカンコンサップ打たせてよ。上がってこい。身の程知らず。いや。そんなこと言わないでくださいよ。おー、いいね。マカンコンサップ打ってたんだけど。痛い。もうマカロコでも諦めるか。戦いそう。ピッコロさんでもせいで戦うでしょ。死ぬ。よし、あー、もちろんやったのに。マカロコセップ食らいすぎたな。シュッ、スイートアウトかも、ご利用しで。こんなんで、せいで倒せねえぞ。来た。行け、ピコさん。いいね。やべ。フィールドオン。やばい。マカンコンサップ諦めるか。強いな。返してやる。やべ。違う。ごめん、ピコさん。
追い打ちに行こう。パフォーマンスアップ見たいけど上だ。痛い。倒した。よし、応用して倒した。何で食べたかな、簡単すぎたかな。人造人間でもないのにやるじゃん。今まで戦えんのだが、俺のエネルギーは永久に減らない。勝負はこれからだ。まだやんの飛行さん。何セル、あーセルだ、ミスなのか。セルとうとう記念すべき日がやってきた。あ、セーフ、この子だったね。この私が穴子さんみたいな子、17号、18号と合体し完全体となる日が。17号、18号はあの女の子でな、もう出世したいのかな。悟空たちの木だ。あ、サイヤ人の木です。スーパーサイヤ人じゃん。ベジータもトランクスもいるぞ。セルの木も感じるから生きてる。精神の時の部屋？これが裏で。何やってんだいって。精神と時の部屋での修行を終えた悟空とご飯は。形変わってね。形変わってね。セルがベジータとなった。ベジータ。10日後に。武道大会を開いてやる。武道大会、天下一武道会、あれかセルゲームか。楽しませてくれ。なんか上か目線でな、トークがないすんだよお前は。落ち着いたるな。だよこの人、僕のやつ見てね。何か発見でもしたのか。まだ。サタンだ。でしたサタン。世界チャンピオン、ミスターサタンがセルなんてぶっ潰してやるぜ。やめろ、落ちるんだ。やれやれ、どうしよう。いや、お前は動きすぎない。コーヒー飲んで制ゲーム始まるのに。来た。そして10日後舞台用意したの。ザンザン運命の日が訪れ。あ、制ゲームだっけ。セルセルセルなんとか。あ、ベジータ、え、16号オッケー。やっと来たようだな。ベジータちに触れてるよ。待っていたぞ。来ました、こんにちは。出てん、あ、トランクスもいいんじゃん。ヤミちゃんいないけど。セルゲーム始まる。セルゲームだった。トランクスまた未来から来たの？しょっちゅう来えんだね、そんなこと未来。ほらからやらせてもらおう。いきなり動くから。いきなり貴様からか。一番の楽しみは。あ、確かに。最後に取っ一番の楽しみ、最後取っときたいんでね。お寿司とかさ、お好きな、マグロは一番最後に取っとくわ。スーパー買ってきた寿司とかね。来た。PK 事業に同時の出動を理解したんで、出世で来てもいいな。瞬間移動カメハメハ。うまいのか。パンチンチキックキック。行こう。ピッコーさん見つかっちゃったかな。だ。全然だ。強っ強っ、はい、入れて。無理にやらないでいいのこれ。あれ、強い強いな。出て出て、やばい、強い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 。はいはいはい、いや、ちょい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 、ステージ、ちょい、ステージから落ちてっちゃっていいの。いた、いや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 、やばい、シュ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 。あー、うわ、来た。だから、ヘッドゲームにさ、必殺技で言葉あるとダメだから、ご用意しの方がいいな、これやっぱ。ご用紙やってみるか。瞬間のカメハメハとか狙っちゃうとダメだな。ほい、
強っ強っ強っ。やべえ、昼の上。ハハハハ、引きない強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 い。違う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 、やだやだやだ、違う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 違いいね。あ、すぐステージか。痛い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 。やばいやばい。いいね、来い来いよ。いや、いや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 、止まるか、止まっちゃうんだよ。いやいや、止まるか、止めた、止めた、よしよし。変に技狙わない方がいいな。一人50勝いった方がいいや。もう終わりじゃねえんだろ、どうせ。いいぞ、孫悟空。今の私は体力が減っている。煎じとやらを食うがいい。上から目線だな。素晴らしい試合になるはずだぞ。上から目線だったな。お茶を飲みます。めった。降参だ。え？おめえの強さはよくわかった。そんなんでいいの？ほら、もうやめとく。何を言ってんの？え？どういうこと？どういうこと？ダメージだったら頼むぞ。瞬間移動カメハメハ。今度の試合で多分セルゲームは終わる。そいつが負ければおめえに勝てる奴はいねえからだ。え、誰？デコさん？おめえの出番だぞ。ご飯！ご飯で勝ってんの？な、無茶を言うな、悟空！戦えるわけないだろう。相手は貴様でも叶わなかったセルだぞ。倒しましたけど、一応クロ、あ、非常に苦労した。オラたちの思ってる以上に信じられねえような力を持ってんだ。僕らの強いのかな、じゃあ。ご飯といつら精神と時の部屋で解放され始めた。へぇ、あれ、ご飯、ご飯で世の中を取り消してやんだ。取り消してやんだ。わかりました、やってみます。悟空を超えた戦士。へぇ、ご飯強いんだ。生意気なガキだ。先生も吸収したの？ジェンダーゴの写真を。幸運かもしれんぞ。真の恐怖を知った途端死ぬことになるんだからな。ご飯操作だって同じか？同じだな。瞬間カメハメハがないのか、瞬間にカメハメハが。まあ行くか。じゃあ、いやいや、はっ、いやいや、いやいや、いやいやいや、この辺は撃つか。え、この辺は撃てない。いた。
ライドだけだったら失敗だったなぁ。簡単すぎるなぁ。ライドだったらないのかな、ライド。立ちました。終わりな、ないよね。もうやめようよ。こんな戦い意味がないよ。ご飯は避けたくないのか、やっぱ。本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。お前みたいな人に。優しいなぁ。アマちゃんだなぁ。父さんがセルを倒せるのは我々みたいな僕だけだって言ったことが、僕は昔から怒りでカッとなると自分の意志を超えてとんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。イキリじゃん、イキリイキリとじゃん。きっとお父さんはそいつを計算して。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。花子さん、やはりガキだな。それどころかどうしても貴様を怒らせたくなってきたぞ。何が好きなんですか。てぃーん、地球ゲット孫悟飯、少年期ドラゴンボール Z 後半、ご飯遅れないもんね。おっとさん学生か、高校生かになるもんね。ガールフレンドも来て、あれ Z だよね、あれ。そこまで多分このゲームでシェアしたいと思った。あ、え